改めまして、神谷ひとしです。改めまして、小野大輔です。じゃあ早速、小野くんに新規リスナーのために今までの DJS の企画をどんどん振り返ってもらいたいと思います。まず最初はこちら、はい、シルフ持ってきての歌をレベレッジ昔ですね、よくシルフが出るたびに小野くん、アデブで歌ってくれたじゃない。思いましたね。じゃあ早速ですが、ボリューム6の歌をお願いします。ババッバッババッバッババッババッバッボリュームボリューム6ボリュームボリューム6シルフがボリューム6シルフがボリューム6シルフ6フッフッフッ。いいかいイギリスだこれがシルフ持ってきてる歌だ続いてはこちら、鼻毛カッターをリベンジ。ずいぶん前の確かシルフで、はいはいはい、ブジョシスを連載している作家さん、はい、あ、誰ですか。ハト。そうです、御徒町ハト先生にねあげたじゃないですか、はい、鼻毛カッターをね、はい、ということで、はい、その鼻毛カッターで何かやってください。えリブリッジですよね。おー、これ耳毛とかもガッて言った今あ、もみいいか、新規リスナー、もみあげが減った。これが鼻毛カッターだ続いてはちょっと待ってナイス知識をリブレッジ。ちょっと俺にとって損なんです。もうそれこそね番組では一軸よく使ってたじゃないですか。何をナイス知識ですよ。ナイス知識よく使ってたじゃないですか、はいはい、もう今となっては何のことやらさっぱりわかんないじゃないですか、はい、ということで、そうですね、あれは説明しない。小野くんが自分で自意識過剰だと思うことを発表してもらいたいと思います。なんで顔で合図するんだ。そうだな。自意識過剰なこ、モテると思って、ローライズの下着を履いている。いいか新規さん、恥ずかしい、これがナイス知識だ。ことに及ぶ時とかにもう見えた時にこう、あ、続いては履いてるねとかなる。時間がないので、だから2つのキーワードを一挙に発表します。いや、でも誕生日でしょ。文化放送専属デーブ、はい、小林ちゃんこちゃんこちゃん、はい、そして番組名物のツイスターゲームをレブレッジ。名物じゃねえよ、こないだやったばかりだろ。番組名物ですよね、ツイスターゲーム。あんたが俺にやらせてるだけだろ。そして、文化放送専属デブこと、あー来ちゃった、小林ちゃんこちゃんこちゃん来たねーちゃんこちゃんがよく来てくれました。じゃあ早速なんだよ。早速始めましょうかね。まあいつもの感じで、なんでスナック感覚なんだよ。広げていただいて、ちゃんこちゃんこちゃんの説明として正しいんですか、これは。ちなみにちゃんこちゃんこちゃんはですね、150キロの、職業デブの人です。じゃあ2人仲良く早速ツイスターゲーム始めちゃってください。どうぞ、いきますよ、くるくるー。あ、僕ね、僕から。右手を緑かな。右手緑。楽しいね、小野くん、右手を緑だよ。はい、右手緑置いたよ。早速、そしてちゃんこちゃんこちゃんだよ。ちゃんこちゃんこちゃんは左足を緑だよ。左足を緑。あ、近っ近っ、股間近っ。そして次はまた小野くんの番だからね。あと煽りで見るっていうのはすごい。お、また右手を青だよ。右手を青に置き直して。まあまあ、これ簡単ですよ。はい。そして、ちゃんこちゃんは、うん、左、あ、右足だね。右足を赤だよ。右足を、はい。わぁわぁわぁ死にが、死にが。そして、あ、小野くんは、左足を赤にお願いします。こっからですか？はい。左足を赤ですよ。そう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 、ちゃんこちゃんの股の間を入れて、そしてそこの赤に、触ってね、そこに
あのね、身の危険さ、どうなってるんですか。ふらふらふら。150キロ。今日だけだからね、お座りしようなのはね。ということで、小野くんはそのままちゃんこちゃんとツイスターゲームをしてもらおうとして、僕の方でアニメ専門エンタメサイト、アニメのミックスの中にある女の子のための携帯サイト、リアガル情報を紹介しておきます。ついにアニメの見て、ビタミン Z 主題歌、クライマックスヘブンのチャクータ、チャクータフロの配信がスタートしましたよ。ビタミン Z には僕が天童ルリア役、オノディが草薙はじめ役で出演しています。主題歌のチャクータ、チャクータフロをダウンロードした方には、ビタミン Z のスペシャル待ち受けをプレゼント中。5月11日からはエンディングブラニューデイも配信予定です。チャクータはアニメのミックス、アニメの歌。チャクータフルは超アニメのでダウンロードしてください。ビタミン Z はシルフでも好評連載中です。こちらもチェックしてくださいね。そしてこの番組の携帯サイト、リアガールストーリーズのコーナーでは番組のおまけレポートと写真を掲載しています。アニメの回になるとおまけ写真とレポートのバックナンバーが見られるようになりますよ。さらに毎週一つずつ更新されるリアボイスの着信ボイスも好評配信中。アニメの X、ギアガールへのアクセス方法は、どの携帯もメニューリストかカテゴリーの着信メロディーからアニメがある項目に行くと、アニメのミックスのページを見つけることができます。オラが、オラが、オラが、オラがウィーピットになっちゃう。最後の決め台詞よろしく。あー、アクセス待ってます。